自分も小学校の頃の先輩で、まあ、直接プレイしたかっていうとそうではないんですけど、自分が小学校の時に宮沢選手が、まあ、覚えてないかもしれないですけど地元のチームに来て自分も写真撮ってこの舞台を憧れてたので、そういう先輩と一緒にサッカーできてよかったです。90分間0対0勝ち点1を分け合う結果となり、ここで今松木と宮沢がユニフォームの交換です。北海道の室蘭出身、室蘭大沢 FC という、まあ、今は地元の小学校の並行とともに解散してしまったチーム、2019年で解散したんですが、そのチームの先輩後輩という両選手のユニフォーム交換がありました。この松木にとっては北海道に凱旋しての初めてのゲーム、